はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。ロストヒーローズ2、では前回の続きからやっていきたいと思います。ウルトラマンゼロが外れたので、まあ、今回ウルトラマンレオを入れました。まあ拳で語り合おうみたいなことを言ってたんで、じゃあこのままゼロダークネスですね、進んでいこうと思います。ゼロダークネス、ゼロを返してもらう。戻ってきたのか。自分たちから死にに来るとはな。望み通り地獄へ送ってやるぜ。ガッダブルオー。ふん、よく耐えたな。だが次で終わりだ。うう、なぜだ、なぜ耐えられる。そうか、分かったぞ。まだどこかにゼロの心が残っているからだ。そんなはずはない。ゼロの心は貴様なんかに屈したりはしない。ぼざけ、そんなはずはないと言っている。ガーダブルオー。どうだ、俺の怨念がゼロの心を封じ込んだぞ。くっ、やはり強いなゼロ。だがお前の本当の強さはハートの強さのはずだ。何を言ってやがる。信じているからさっさと帰ってこい。その前にこの肉体でお前らを抹殺してゼロの心を完全に打ち砕いてやる。ゼロダークネス、まあ普通に、スタン、こいつもスタンがあるんですよね、ウルトラマンレオ。おお、400。まあスタンはしないか。もう一回いけんな。闇の子なんか555。これだけやってダメだったらスタンはしないかな。おお、あんまり強くないな。あれ、なんか始まった。目覚めてくれゼロ、ここには仲間がいる。違う、俺はゼロダークネスだ。うん、それだけ。まあ普通に強い攻撃でいきますか。全然弱いな。おーおー、なんかやってきた。油断してると強くなるかな、こいつら。おお、なんたらショットが強い。いっていっていって、さて2ターン使うか。いくぜー。違った。ここは攻撃しあるのみ。おお、強い。一番強いやつ、エネルギー供給。もう3800当たる。めちゃ強い、普通に強い。これ2ターン耐えてもう次で終わりだな。おお、これは強いな。普通に2発で食らうと死ぬ。おお、アストラップ。
痛い。エネルギーを貯め始めた。貯め終わった。おお強い。これがガンダムだ。今はこの力を使ってでも。956ってあんま強くないよな。生き返らしましょう。大復活キット。くらえ。よし。取った。これで普通に使おう。トランザムコンボとかを。はリカバリーキットで回復させて、こいつは攻撃しましょう。あんまり強いのがねえな。ラッシュ使う。ラッシュやっぱりラッシュで決める。ライザーソード。でこいつは回復させよう。よしこれで完璧だ。回復して、おー、ありたー。よーし。めっちゃ経験値持ってる。ゼロダークネス。が、俺が敗れるなどありえない。負けを認めろ、ベリアル。この程度で。が、まだそんな力を。てめえからぶっ潰してやる。なあ。が、体が動かない。どうしたんだ。まさかゼロの意識が。おお、貴様、離せ。ん？ゼロ、聞こえてるのか。離せ。まだ。ふん。が、ゼロ、もう少しだ。目を覚ませ。俺は、まだ飛べる。何？守るべきものがある。俺はウルトラマンだ。お前の闇を切り裂く光だ。はぁ、あ。ミラクルゼロスラッガー、ストロングコロナゼロガールナイトバスター。守るべきものがある。俺はウルトラマンだ。これが闇を切り裂く光だ。ぐわー、はあ、戻ったぜ。ウルトラマンゼロが仲間に戻りました。ゼロ、ベリアルの怨念は全部追い出したぜ。入れ物を失って消滅したはずだ。そうか、みんなすまなかったな。何を言ってる。お前がいなきゃ奴は倒せなかった。よし、塔を破壊するぞ。ヒーローたちは塔の基部にある装置の回路を破壊した。エネルギー波は止まったな。あと2本。宝箱が見える。リジスコアに特に変化はないようだが、何の影響もないとは考えられん。別の塔も試してみよう。パート2、これを取って。素材はなんかいまいちだからな。
一回帰ろうかな。そうすると回復させに、どうしようかな。ゼロ一回ない入れなくて、レオも結構強いし普通に。じゃあこのまままた、アクティブクロークとかアイテムをちょっと整理していきますか。リカバリーキット1個使った気がする。大復活キットも使った気がする。で、アクティブクローク1個買って、よしこれでいきましょう。デストロイキューブの中継3と、アクティブクローク、じゃあサクッといきましょう。はい、じゃあ次はここですね。こっちのワープゾーンに行きましょう。ここからまあ敵は出ないんで、塔を目指して、こっち側に塔があるけど、またどうせ遠回りさせられるんだろうな。どっちに塔が見える、あっちに塔が見えるけど、宝箱も見えたけど、どっちだかわからん。近づいてるんだか近づいてないんだか。あ、なんかいる行きますか。あそこにいるのはグレムリンだ。塔に行くにはあいつを倒さなきゃならないようだな。よし、一気に仕掛けましょう。よし行こう。進化体グレムリン、あれ生きてたんだ。ここに何の用？まさか塔を壊しに来たなんて言わせないよ。グレムリン、お前は何が目的なんだ？リジスの計画を実行することさ。それが僕の希望だ。まあ副産物として魔力が集まりそうだけどね。僕の中の賢者の意志に。そうすれば僕はもっと強くなる。すっごく楽しみだよ。賢者の意志はリジスに捧げるものではなかったのか？そうだよ。だから僕自身に使ったのさ。僕自身リジスの力の一部だからね。君たちを倒し希望を叶えさせてもらう。ならば俺たちは俺たちの希望を叶えるだけだ。グレムリン、貴様を駆逐する。グレムリン戦か。まあ最初はいつも通り。痛い痛い痛い。お、やばい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 。回復回復。そういえばターン A に狙われやすくなるやつをつけるとか言って全然つけてねえし。あ、いや痛い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 。おっさんした、やったーこれでだいぶ立て直せるぞ。強いやつ、キリモリキック。2ターンは大丈夫なはずだからな。アストラでゲージを上げていきましょう。ああ、もう3が取れた。早い。うお、プレッシャー受けた。スキルが発動できない。マジかよー。スタンしろ。自分で回復させますか。そうすると万能ライフキットで。打撃を誘っている。マジか。痛い。うお、ネガティブ。うお、スタンした。ちょっといきなりピンチになったぞこれ。大丈夫か。こいつスタンしてるから万能ライフキットで回復させて、自分も自分で回復させないと万能ライフキットが足んなくなりそうだな。またあれ、グール呼び出してきた。いや、めっちゃ食らってんだけど。バスターソードでグールを先に倒しましょう。だ、こいつはな、スタンがあるからな。やっぱりグールを先に倒そう。めんどくさそうだ。
くない。あ、なんだ、一発で倒せるわ。うわ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 、スタンしろ。ヒール買わされた、マジか。押し、スタンした。どうせだったらここで3使ってガンガン攻めましょう。ライザーソードの、こいつは何もない。こいつもちょっとあれだな。てか全然溜まってないじゃんみんな。ゴールデンエクストリームが、ターン8のクロスオーバーと、回復させよう。一応全開にしておこう。くらい、スタンが解けた。痛い、反撃。よし、もう一ターンか。スタンしろ。こいつもスタンを使って、どうしようかな。ダブルアクション使っとこう。一応スタンしろ、スタンしろ。スタンしない。金色に輝き始めたとか言ってきてるかな。なんだ、とりあえずディフェンス、ダブルディフェンスとか意味あんのかな。意味なさそう。いってー、おお、ひるんでる。こいつスタンしねえかな。痛い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 。おお、死んだ。ディフェンス、ディフェンス、回復。あともうちょっとだからな。諦めるか。今は攻撃、この力を使ってでも。1045。まあまあかな。最後まで諦めるな。攻撃力アップ、命中力アップ。よし、このターンで倒せそうといえば倒せそうだ。よし、攻撃していこう。こいつは2回行動だっけ。斬撃を誘っている。まずい。ダブルオー斬撃だぞ、これ。まずいぞ。うお、反射された。死んだ。でも倒した。あとグールだけだ。ちょっと生き返らせよう。経験値がもったいないですからね。グールだけだったらもう大丈夫でしょう。はい、あとは自動攻撃。一旦で倒せねえし。オッケー、グレムリン進化体。これぐらいじゃ僕は倒せないよ。しぶといやつだ。賢者の石を奪い返すんだ。グレムリンを倒すには賢者の石を取り返さなければ。ウィザード来たのか。グレムリン、やはりお前にとどめを刺すのは俺だ。はは、僕はこんなところで死ねない。逃がすか。うおー、ウィザードは渾身の力を込めグレムリンの胸にパンチを叩き込んだ。グハー。そしてさらに拳をグレムリンの肉体の内側へとねじ込む。デアー。グッ、あったぞ、賢者の石だ。はあ、ウィザードはグレムリンの体内から賢者の石を引き抜いた。あ、賢者の石が。うわあ。その時、ウィザードの手に握られていた賢者の石が激しく光り、指輪へと形を変えた。指輪になった?それは僕のものだ。返せ、返すんだ。違う、これは俺の最後の希望。さあ、フィナーレだ。ウィザードは高く舞い上がると、
右足に希望の力をまとわせクレムニンを貫いた。はあ、ぐわー、人の希望を奪って君はそれでも魔法使いなのかい。グレフリンは人なの。ウィリスの一部となったお前は人じゃないだろう。もともと人じゃないだろう。言ってくれるね。やったな、すごいキックだった。ああ、だが指輪は消滅してしまった。グレムリンを倒すために指輪は全ての力を使い果たしてしまったようだ。これも全てリジェスの闇の力の影響か。ああ、多分な。よし、塔を破壊するぞ。ヒーローたちは塔の基部にある装置の回路を破壊した。よし、エネルギー波は止まった。あと1個だ。お、なんか地震が。おい、リジェスコアが、いや、気のせいか？揺れているように見える。エネルギー波の支えが、支えが減って不安定になったのか？かもしれないな。残りは1本だ。そいつも止めよう。パート3。というところで、ここは一旦帰りましょう。はい、ということで、あと1本ですね、塔を破壊しに、次回やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。